注目は東京大学の荒倉雄介、今年の関東インカレでは21位、そして先週行われた愛知県選手権では自己ベストをマーク。中盤からの伸びを武器に今大会でも自己ベスト、そして優勝はなるでしょうか。男子 100m まもなくスタートです。世界選手権では400mリレーで優勝を果たしたメンバーでもあります。大会との相性を生かし、昨年と同様優勝はなるでしょうか。注目の男子 100m まもなくスタートです東洋大学。3レーン木梨吉樹、筑波大学大学院。4レーン関口雄太、早稲田大学。5レーン三井和樹、中央大学。7レーン藤原弘人、中央大学。8レーン久喜匠、NTN。男子 100m タイムレース決勝2組。
ミニタイマー10秒1号で止まっています。スタッフのギター先行 1m69 2回目の挑戦です。